スカイズ・ター・ンガーデンは東京都江東区豊洲に所在する超高層マンション。一棟で1000戸を超える重工を有する国内でも有数の大規模マンションである。2015年度グッドデザイン賞受賞。豊洲は第二次世界大戦以降の経済再建を目的に主に鉄鋼、石炭の生産のために埋め立ての整備が行われたが今般官民一体による 約110ヘクタールに及ぶ、豊洲区画整理事業の施行で、整備された各外区に、豊洲市場をはじめ分譲住宅や、賃貸住宅、業務、商業、公益施設等の立地が進められた。スカイズ・ターンガーデンは、新東洲スエリアに位置した、東京ガス、豊洲工場及び、東京電力新東京火力発電所跡地を、この開発における、リーディングプロジェクトとして位置づけ、 主導した約3.2ヘクタールの大規模開発、東京ワンダフルプロジェクトの第一弾として建設された。開発計画が浮上した2008年当時は、東京電力主導による開発事業として推進を予定していた。しかし、2011年の東日本大震災以降に、東電の経営状況が悪化したことを受け、主要6デベロッパー主導による事業となった。 篠の目運河と東電堀に囲まれた一角に所在する地下2階地上44階の建物は設計、施工、清水建設、外交等デザインは三井純アソシエーツ建築設計事務所が監修、共用空間はーシーズンズホテル東京丸の内を設計したヤブパーシャルバーグが担当した。建物は都内では芝浦アイランドにつくに例目となる Y の字を描いた 方向に翼を広げたトライスター形状でスクエア型の超高層タワーとは全く違った造形美を映し出している。トライスター形状とすることで難面性や眺望を確保しつつ近隣建物との見合いを軽減させた。敷地内には約2200本の樹木が植樹され、線形状による3階建ての認定子ども園も廃された。共用施設にはラウンジやロビーを併設。 地上約150メートルの屋上部分には、マンションでは珍しい天体望遠鏡を設置した天体観測ドームを用意した。他に、清水建設が開発した免震、精神複合構造の清水トライスター型ハイブリッド面精神システムを国内のマンションで初めて採用。環境配慮技術としてキャスビーまちづくり S ランク。 都市開発版シッチス作る緑をそれぞれ取得している。外区内には、ベイズタワーガーデンも建設されている。ABCDEFGHIJKLMNOPQR 新建築2015年8月号 P1952015 年度グッドデザイン賞集合住宅スカイズタワーガーデン公益財団法人日本デザイン振興会 2019年12月12日閲覧。ABCD、新建築2015年8月号、P190AB、総合リベロッパー6社が結集、総開発面積3.2ヘクタールの大規模開発、東京ワンダフルプロジェクトスカイズタワーガーデン6月8日、モデルルームオープン、三井。 不動産レジデンシャル株式会社東京建物株式会社三菱地所レジデンス株式会社東急不動産株式会社住友不動産株式会社野村不動産株式会社 http://www.mit-suifudosan.co.jp スラッシュコーポレートスラッシュニューススラッシュ2013スラッシュ0604スラッシュダウンロードスラッシュ sumai スラッシュ 20130604.pdf 2019年12月12日エツラン。ab 役立つ住宅情報東京ワンダフルプロジェクト6社。 結集と寄せで大規模開発。毎日新聞2013年6月13日。新建築2015年8月号。P189. 新建築2015年8月号。P194. ありがとうございます。